こんにちは、ヤミです。あの名作テレビアニメ、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないのエンディング主題歌でもカバーされたゾーンさんのシークレットベース君がくれたものの本家ボーカルとコラボさせていただくことになりました。この曲はリリースは20年前なんですが、今でもカラオケの人気ソングに入っていたり、先日ニコニコ超会議で演奏した際もコメントでめちゃくちゃ盛り上がった、世代を超えて愛されている楽曲ですね。10年前、当時中学生だった僕はこの曲は知っていたけど、アニメも毎週リアルタイムで見ていて、アニメでもさらに好きになりましたね。今回はなんとゾーンさんの20年前当時の本家ボーカルのデータに僕がアレンジしたピアノをマッチングするという全く新しい形でのコラボをさせていただくことになりました。原曲のボーカル音源そのままとコラボさせていただくということは本当に珍しくて、僕も感激してます。前回映画竜とそばかすの姫のユーのベルさんの本家ボーカルともコラボさせていただいていて、80万回再生を突破したんですけど、こんなすぐにボーカル音源コラボが2回も実現するなんて奇跡です。どんな合奏になるのでしょうか。では行ってみましょう。 GO! 編曲するにあたって今回肝になってくるというか、最も重要視したいと言っても過言ではない部分がラストのサビですね。ラストではサビが4回ほど繰り返されます。本来はバンドサウンドでギターやシンセドラムなどいろいろな音色が鳴っているから同じメロディーの繰り返しでも違和感なく聴けるが、ピアノ伴奏のみになった場合、単調な伴奏ではピアノの方に飽きてしまう可能性っていうのがねあるんじゃないかなと思ってるんですよね。そこを伴奏パターンやアプローチを変えることによって変化をつける工夫をしていきたい。ラストのサビの4回繰り返されるメロディーの3回目、ここは原曲では盛り上がったまま進んでいるので、同じようにラストのサビは全て盛り上げたまま進むのもいいと思いますが、途中であえて一瞬左手の低音を抜くのはどうでしょうか。今まで入っていた支えとなる低音が抜けて若干浮遊感不安定さのある伴奏方法にする。今回ピアノ一本の伴奏になるということは、よく言えばそれだけで個性がつくが、その分先ほどの飽きやすくなる可能性もあるので、ここで浮遊感を一瞬挟むことによって一つの楽器でより抑揚をつけながら4回目のサビにかけて盛り上げていく、そういった演出ができればと思います。はい、ということでアレンジが完成しました。それでは聴いてください。ヨミー×ゾーン原曲オリジナルボーカルでシークレットベース君がくれたもの。休みも
と少しで終わっちゃうから、ああ太陽と月仲良くして、悲しくて寂しくて喧嘩もいろいろしたね、していて、そのライブでもリアルタイムでこの本家ボーカル音源とコラボするという演目をやっているんですよね。伴奏に歌を合わせるではなく歌に伴奏を合わせる、これは言うなれば逆カラオケ。今回のコラボ音源は各配信サービスよりリリースされていますので、皆さんぜひ聴いてみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。今回はここまで、バイバイ。